ブラド2世位、またはブラド流行は、ワラキアのボイボダである。1436年から1442年にかけて、また1443年から1447年にかけて、行位にあった。彼は、ミルチャ1世の子であり、ドラクレシュケの祖である。ブラド2世位は、カトリック教会からの政治的な支持を獲得し、また、 オスマン帝国からはラキアを防衛するための助力と、するための計画の一部として、1408年に、ハンガリー王ジギスムントによって設立された、ドラゴン騎士団に、1431年に除任された。この騎士団に由来して、後に、流行、または悪魔行の異名を受けた。1431年、ブラド2世のイボアにアレクサンドル1世、アルデアは、 ダネシュティケの団2世から、ワラキア行為を奪い取った。1436年に、ブラド2世は、トランシルバニアから帰還し、アレクサンドル1世を追放して、自身が、公くらいについた。ブラド2世は、トランシルバニア公、フニャディアーノ主に対抗するための支持を得るためをすまん。帝国の宮廷へ行ったため、ミルチャ2世が1442年に、行為を継承した。 1442年のスンティンブルの戦いの後、フニャディは強引にワラキアへ侵入し、ブラド2世に復従を迫った。1443年に、ミルチャ2世はフニャディに導かれて侵入した、軍隊によって地位から追い落とされ、逃走を強いられた。フニャディは、ダン2世の息子バサラブ2世をそのくらいに据えた。しかし、バサラブ2世は、わずかな時間しか地位を維持することができず、 一年のうちに、オスマン帝国軍の支援を受けた、ブラド2世に奪われてしまう。ブラド2世は、ワラキアの少年たちを、オスマン帝国の軍隊への奉仕の中で断錬させる、ことと、毎年年貢を収めるという内容で、オスマン帝国との間に和議を結んだ。彼はまた、ブラドとラデヌ2人の息子を人質として、オスマン帝国に残した。ミルチャ二世は父である、ブラド二世を補佐したが、 ブラド2世のオスマン帝国への政策は支持しなかった。ミルチャは父の知識を活用してオスマン帝国の軍事行動を成功に導いたが、ブラド2世からは支持も反対もなかった。有能な指揮官としてミルチャは1445年にジュルジュ要塞を奪還した。しかし、ブラド2世はその地位の維持と人質になっている二人の息子の安全を守るため要塞の支配権を オスマン帝国に渡す別の条約を結んだ。1443年、ハンガリーの新王、ブラースロー一世は、フニャディ式のもと、トルコ人のヨーロッパからの駆逐を目論んで、バルナ十字軍を起こした。フニャディは、ブラド二世に、ドラゴン騎士団の一員として、また、ハンガリー王家臣の一員としての義務を果たすことを要求し、軍への参加を命じたが、ブラド二世は拒否した。 教皇をエウゲニュース4世は、ブラド2世の義務を免除したが、代わりに、息子ミルチャ2世を送ることを要求した。バルナの戦いで、キリスト教軍は壊滅した。フニャディはその場所から脱出し、ミルチャ2世やブラド2世を含む、多数の人から敗走を非難された。フニャディは、軍法会議で死刑を宣告されたが、これまでの多大な功績に免じて赦免される。しかし、この件でフニャディは、 ブラド2世とミルチャを激しく恨むようになった。1447年12月、ハンガリーの殺傷となったフニャディは、ブラド2世に対して、軍を起こした。敗北した、ブラド2世は、バルテに近く乗る町で自国の有力者によって、殺害された。彼の長男であり、後継者のミルチャは目をつぶされた上で、トゥルゴビシュテに生き埋めにされた。 ブラド2世の最初の妻については特定されていない。5歳である、モルダビア公女バシリッサは、アレクサンドル全領公の長女であり、シュテファン3世の父方のおばにあたる。ブラド2世の着室のこのうち、長子は、ミルチャ2世である。その母親については特定されていない。ブラド4世造公は、彼とその愛人の一人で、カルトゥーナと呼ばれる、ワラキアの貴婦人との子である。 ブラド三世とラド三世は、モルガビアのバシリスサとの愛の子である。以上の四人の息子は、長短はあるものの皆、後に、ワラキアの公家くらいについた。彼は、多くの愛人を持ち、ミルチャと名付けられた、もう一人の子を含む幾人かの被着室師の父となった。ありがとうございます。